じゃあお願いします。まず、奈良クラブに内定してプロとしてサッカーすることになったというきっかけを教えていただきたいです。そうです、去年の11月頃に練習参加させてもらって、その時にまあ少しでも奈良クラブっていうチームが自分を必要としてくれるっていうことを、まあ、自分に伝えてくれて、でそれに対して自分もまあすごい正直迷った部分はあったんですけど、まあここで結果残して、まあ少しでもチームに貢献して自分もステップアップしてチームもステップアップしていけたらなっていうふうに思って、まあ入団を決めたかなって感じです。奈良クラブのサッカー以外でその今されてるお仕事というかはありますか？そうですね、奈良クラブの今スクールっていうのを携わらせてもらってて、でそれでは、それはしてああ、なるほど。それは練習の後とかに行ってるってことですか？そうですね、練習の後。週何回ぐらい行かれてますか？そうですね、3回とか。まあ週によってもバラバラな部分あるんですけど、それは奈良県内にあるなんか子供のチームみたいなところに練習に行くってことですか？奈良クラブのスクールというか、奈良クラブ、年中3年長、年中年長から、まあ、小学6年生ぐらいまでの間で、その平日スクールっていう形ですね。なんかその入るってよりかは、あ、なるほどなるほど、はい、めっちゃちっちゃい、そんな幼稚園とかの子とかもいるんですか？あ、います。すごい、なんか完全に小学生ぐらいのイメージをしてて、かわいいですね、ほんならなんかめっちゃかわいいですめっちゃかわいいです。いいな、なんかそのスクールで教えながらプレー、練習もしてっていうので、まあ、半年ぐらい経つと思うんですけど、はい、まあ、学生の頃とも大きく変わったなみたいなところってありますか？そうですね、やっぱ見られ方っていうのもすごいあると思いますし、で学生の時はまあ学生主体であったりっていうのはまあ当然だと思うんですけど、まあ、こうプロとしてサッカーやってる以上、まあ、少しでもお金もらってプレーしてて、それに責任も生まれますし、で、まあ、スタッフの人たちもその選手ファーストで常に考えてくれてて、自分たちの 100% プレー出せるところになんていうのフォーカスして動いてくれてますし、そういうところはすごい自分も感謝してる部分がすごい大きいですし、そうやってスクールとかに行けていることで、小さい子供であったりそのスクールの子の親御さんたち、いろんな人が自分のことを応援してくれているっていう部分ではすごい自分の中で感覚が変わったというか、より一層責任感っていうのが生まれたかなっていう。で、まあ、こう半年間の中でやりがいじゃないですけど、こうやってて楽しいなとかも一番思い出に残ったエピソードはありますか？やっぱりそうですね、今やってて、まあ自分もこれからどんどんここに正直とどまってるっていうつもりもないですし、どんどん自分もステップアップしていきたいと思ってるし、その中でチームをステップアップ していかせれるように自分も、チームを使いながら自分もレベルアップしたいと思ってますし、その中で、まあ、今まで上でやってた人たちが、いるっていうところで、そこにすごい自分から正直その人を使ってでもというか、その人を利用してそのいろんな経験の話を聞かせてもらえることも多いですし、そういうところはすごい自分にとってプラスになってますし、でそういうところをもっとより貪欲にというか、っていうのはやってて思います。なんか大学時代はその京都産業大学でしたっけ、はい、サッカーで行かはったんですか？あ、そうですね、高校から。じゃあもういつからサッカーしてはるんですか？いやでも小学校1年とかぐらいですかね。ずっと続いてるのがすごい、他のことはすぐ飽きるんですけどマジサッカーだけは続いてるっすね。
友達のためにってか結構強い自分であって、なんか友達にその自分頑張ってる姿とかを見せれたら、うん、じゃあ俺も頑張ろうってなってもらえるかなっていうふうに思ってて、なんか結構何事も続けられるというか、すごい、そう、なんかその原動力すごいですね。いや、それを自分も与えてもらってるんで、簡単に諦められへんなと思いますし、すごい、なんかでも今の話聞いて、まあなんかこう仕事のあれインタビューでこうやってお話しさせてもらって、そういうお話聞けて、まあ自分が仕事頑張ってるってなった時に、まあ頑張ってはるなみたいなところを見たら、私も多分仕事頑張らないなって今思えるようになったので、うん、やっぱそういう原動力ってほんまに大事だなって今改めて思いました、うんうん、なんかほんまに頑張ろうと思ほんまに頑張ろうと思いました今なんかそのためになんかその上のカテゴリーでやるっていうのとかが、うん、自分の中でその証明になるというか、証というか、なんかそのここでやってすげえなってなるじゃないですか。あ、だからその昇格したこととか優勝したことって、うん、おすごい頑張ってるやんってなるじゃないですか。うん、だからそういうのを与えれるように、うん、っていうのをその自分、まあ、友達だけじゃなくて、それこそファンサポーターの方々も、まあサポーターだけじゃ、なんていうんだろう、応援することが仕事じゃないじゃないですか。みんなボランティアじゃないけど、お金もらってやってないのに、うん、そうやって自分たちが頑張ってる姿を見て頑張ってもらえたらなっていうふうに思ってます。奈良で今働く魅力というか、まあ、奈良のサポーターさんとか、その チームの雰囲気のいいところとかってありますか？そうですね、やっぱその J リーグっていうのがこの奈良県にないっていう今現状で、今年それを作ろうって自分たちでいう話だったり、0から1っていうのを作ろうとしてると思うんですけど、その中でこうやって、なんていう、いろんな企業さんと関わらせてもらったり、その少しでも奈良にこれから自分たちの奈良クラブっていうのを浸透させていける自分チャンスだと思ってますし、でそういうところにその奈良県にそういうところがないからこそ浸透させて今からいけるっていうところはすごい面白みもありますし、これからだなっていうふうに。今後の目標とかをちょっとお聞きしたいんですけど、まあとりあえずここで JFL で、まあ、優勝して昇格することが自分の個人の目標にもつながると思ってますし、まあ、そのために今はチームのために全力でチームに少しでも貢献できるようにっていうのは強い気持ちを持ってて、それから先にまた自分のステップアップ、J1 でプレーするっていうのが自分の大きい目標であって、うん、でそれに正直自信があるんで、うん、それに対して向かいますし、だからそのいろんな人にそういう夢やったり感動を与えれるようなプレイヤーになれればなっていうふうに思ってます。うんうんうん、ありがとうございます。今回こうインタビューを呼んでくれているサポーターの方、求職者の方に一言お願いします。昨日も、14,202人で多くのサポーターやったりっていうのは、ファンサポーターの方々が入っていただけたと思うんですけど、すごいありがたいですし、自分たちのすごい力になったと思います。だそれを、あの試合だけじゃなくて、これからもっと奈良県に浸透されるように自分たちも結果だったりピッチ内外で、努力していこうしていくので、少しでも興味がある方は、グラウンドに足を運んでほしいですし、まあ、自分たちがそこでその結果を残せなかったり、サポーターの方に楽しい試合を見せれなかったら、まあ、次は来てもらえないと思うので、そこは自分たちも責任を持って戦うので、ぜひ一度グラウンドに足を運んでいただければなって思います。キーワードは昇格です。